筑紫に書いてあったストーリーが始まって、それっていうのはもうインドの文献とかあと仏教のお釈迦様の教えなのかがあって、結局三次元の文明がこうできるでしょ。その時に、あそっか、ここからのスウェンデンボルグの動画を昔、配信した時に、スウェンデンボルグがヨガの技法でこう五次元世界に来ましたと。そうしたところこういっぱいこう 国みたいな町みたいなのがありましたと。でその町一つ一つ見ると、そこはその本当にその人たちの好みのあった人たちが、住んでる町で、いろんな町がありましたと。じゃあその5次元の町っていうのは、あそう5次元の町が今度6次元っていうのは上を見るとこうあって、大陸みたいなのがあって、天空の城ラピュタみたいなものがあって、多分これ皆さん知るとこういう世界に行くんで、天空の城ラピュタみたいなって、そこに入るとそこはもうものすごい綺麗美しい宮殿みたいな世界で、そこには6次元人たちがいて、でその6次元人たちが降りてきて、その5次元の町の一つ一つを指導していると。でこの町を指導しているのは、これがヤーベであり国男たちであり、いわゆる神々って3次元で呼ぶ存在であって、この7次元の天空の城ラピュタみたいなのがあって、スウェンデンボルグとそういうことももっとまばゆい光で、ここはもう世間のことを全然気にしない物理学者みたいな人たち、アインシュタインとかニールス・ボアとか、3次元に生まれてくると世間のことなんかあんま考えないのが物理学で、なんでうちが生まれたのかを研究して、不確定性原理だとか自発的対象性のレベルだとか相対論とか量子論とか、こういうものを研究する人たちの世界は7次元にあって、あるいはバラモンになってインドに生まれると、上から降りてくる如来を迎えるためだけに生まれてくる人たちっていうのは7次元にいると。でこの5次元のいっぱいあるこの町がありますと。それじゃあこの5次元のいろんな町々って何で生まれたかっていうと、その町に住んでる人たちの一つの町に住んでるその人口の人たちみんな似たような人たちばっかりで、同じ趣味で同じような顔つきしてる、同じ喜びを持ってると。じゃあその町って何かって言ったら、例えばこの世界でいれば何だろう、趣味って、まあ、例えば本当に野球が好きな人だったら野球の5次元世界があって、そこで野球ばっかしてるとか、あるいはなんか戦国武将で戦いが好きだとか人だったら、そこでもう戦争ばっかりで戦後スタッフしてるとか、あと本当に芸術作品が好きだったら本当芸術ばっかり作ってるとか、そうするとあと、音楽が好きだったらそこで本当に音楽ばっかり作ってる、まあ、音楽にもいろんな好みがあるから、それでいろんな世界が分かれてて、でその世界の音楽の世界の5次元世界のあその国の、中心には仏教だと金奈良、金奈良っていうのは音楽の神様、また金奈良にもいろんなあの種類がいて、ロックの金奈良とかロックンロールの金奈良とかクラシックの金奈良とか、なんか民族音楽の金奈良とか、いろんなのがそんでいろんな国があるんじゃないかな。あと好みで何だろう、水彩画が好きだと絵の好きな街があると、絵にもいろんな種類があるんですね。絵にあって、スウェンデンボルグのレポートによってもいろんな、なんか宇宙人の世界でもいろいろあって、そういう世界をいろいろ訪ね歩いたんだって。そうするとその中でいろんなバージョンの地球もいろいろ行ってきて、そのいろんなバージョンの行った地球の中にいろんな、ですから、3次元の文明があるから、その中にまた音楽とかスポーツとかいろんな好みがあって、その人たちが死ぬと5次元で本当にその好みがある、その世界を作っていると。つまり5次元にある世界っていうのはどこかの3次元が無限にあって、その3次元世界の中の好みがあった人たちだけが住んでるのが5次元の世界で、このように3次元と5次元ってつながり合ってるん で例えば今のこの地球がありますよね。この地球っていうのも一つの無限バージョンある地球の中の一つのバージョンで、ずっと歴史を過去に遡ると、まあ、いろんな文明が栄えたわけですよね。リムリアとか、あとアトランティスとかムーとか、あと現代文明もあると。でそれ以外にもまたいろんな、スメール文明とか、あとキョベグリテベとか、1万年前になんか礼拝所があったってのはトルコに見たキョベグリテベとか、いろんな文明が栄えましたと。その文明が栄えるごとに、その世界の中にいろんな好みの人たちがいると、それがまた死ぬと一つ一つの世界が生まれてくると。だからアトランティス時代にいろんな競技があったり、いろんな文明もの分野があると、その人たちがまた5次元に戻るといろんな国があるから、だからたくさん国があると。じゃあスウェンデンボルグが見たその国って何かっていうと、スウェンデンボルグがいたそのこの今の文明の1700年来のスウェンデンボルグの感覚から見て、彼が理解できる範囲の国がバーッと見えたんじゃないかな。でそれは彼が理解できない範囲の国もまた一般じゃないかな。いろんな宇宙人、火星人とか金星人とか、いろんな人間では想像もできないような生命体もあちこちにいて、そういうのがバーッとあって、それが延々とこうあるのが5次元で、
その、一つ一つの五次元の国のトップにいるのが六次元の神々で、それで今のこの文明の地球のバージョンの、バージョンで、5000年前ぐらい、6000年前ぐらいに来たのは、その五次元にあるヤーベ世界の、ユダヤ人を統治しているヤーベが、この、円盤に乗って、量子、高速船に乗って、この地球の、5000年前に来て、そこで、人工人間を作って、スメール文明を作りましたと。で、そのスメール文明は、当時、エノクの書によると、もう宇宙船に乗っていろんな次元にも行けて、月の裏側を見たり、あと、エノクの書によると、まあ、地球なんかいろんなとこ行って、そのペトログリフが今世界中になんか残ってると。アフリカのチェニス、ブラジル、あとオーストラリア、あと日本では宮島、あの広島県 の厳島神社とかもいっぱい残ってると。で、今なんか最近あの、国東半島でペトログリフが見つかって、これちょっと前の動画で話したんだけど、その国東半島のペトログリフには、3つの言葉が、書いてありましたと。その3つの言葉っていうのは、アマテラス大海の神族の言葉と、あとスサノオ一族の言葉と、なんだっけ、あと月の神様の言葉、ツクヨミの言葉と、このツクヨミとスサノオとアマテラスって何かって言ったら、イザナミの御事から生まれた3人の子供。だからこれ3人の子供なんて、イザナミ族っていうのがあって、そこから3つの部族が生まれたっていうのを表して、これが、国東半島の山の上の、ちょうどそれは昔九州にあったっていう、3つの国の中心にあるんですよ。で、そこに何が書かれていたかっていうと、その3部族は協力して、スサノオ族とアマテラス族とツクヨミ族は協力して、まずそこの、草を焼きなさいと。そうすると土地が肥えるから、そこに仲良く農地にして、草木を農作物を植えて、それでやっていきなさいっていうのが書かれてたんですよ。じゃあそれを命令したのは誰かっていうと、ウガヤ・フキュアイズ王朝って当時あって、ウガヤ・フキュアイズ王朝っていうのは、ウガヤ・フキュアイズっていうのは神武天皇のお父さんがウガヤ・フキュアイズって人で、神武天皇っていうのは今の天皇家の初代天皇で、ここから126代目が今の平成天皇なんですよ。で、この神武天皇が橿原に建てたのが初代日本国の始まりで、奈良の橿原に建てて、橿原ってどれぐらいなんだっけ、ここから、橿原ってところがあって、近鉄線に乗ると、京都から近鉄線に乗ると橿原駅と近鉄奈良駅行きに2つに分かれて、その橿原駅に乗ると特急で着いて、そこが橿原で、そこに、この神武天皇のお墓があって、その前に町があると。その町が大和王朝の最初の町で、そこが日本の始まりなんですよ。この神武天皇が1代目で、そこから始まったのが今の天皇家で、それがですね、いろんなところに、都を移して、平安京に移して、そして、最終的には126代目の天皇陛下、令和天皇が生まれたのが126代目、その初代が神武天皇と。その神武天皇のお父さんが宇賀福家王朝で、その国東半島の、スサノオ族とアマテラス族と、あと、ツクヨミ族の中心地にある岩に刻まれているのが、宇賀福家王朝の25代目の時に72代あったんだって。72代宇賀福家王朝があって、その25代目の時にその条約が結ばれたんだ。だからこの25代目の時っていつの時代なんだろうっていう。で、本当に神武天皇から始まったこの126代目の僕らの日本国の126代目の歩み、この神武天皇がいつの人かってわからないんだけど、農業が始まってるから、だいたい日本書紀あたりだとマイナス270年の人だっていうふうに書いてあるけど、このあたりいい加減なんだよね。だけど、まあとりあえずマイナス270年の人だとすると、だいたいマイナス400年ぐらいから弥生時代の農業の国家が始まったんで、大体その時代じゃないかって言われてるんだけど、じゃあそのマイナス270年前に宇賀福家王朝って言って、この神武天皇のお父さんの宇賀福家って人がいて、この宇賀福家のまた、
お父さんがいて、このお父さんは、なんだっけな、海の神と結婚して、それでこの海の神は子供を産むときに、産屋や吹き矢を産むときに産屋にこもりますと、の産屋に入ったときに私の姿を見ないでくださいねって、このなんだっけな、豊玉姫って言った、だけど見たくなったんで見ちゃったら竜の姿に変わって子供を産んでたと。でその竜から生まれたのが産屋や吹き矢であって、その姿を見られちゃったんで、この産屋や吹き矢のお父さんは離婚されちゃって、でこの産屋や吹き矢のお母さんは竜で、その お父さんがいて、そのお父さんのお父さんはニンニギの御事つって、このニンニギの御事が、キツク神事によると、今はアマテラス大御の神王朝なんだけど、この今の天皇家、神武天皇から始まった125代目のアマテラス大御の神王朝なんだけど、この王朝のところのニンニギの御事がこの次の日本の支配層になるっていうのは美しいの予言なんだよね。で、ニーの御事ってどういう人かって言ったら、ヤグモ王朝、今の、なんだっけ、ヤグモ神社だっけ、あれ、出雲神社か。出雲神社のところには、スサノオが作った出雲王朝があって、このニーの御事は、アマテラス大御の神の孫で、アマテラス大御の神の孫で、神武天皇のお父さんのお父さんのお父さんかが、ニーニの御事で、その人は、大国主の御事からその八雲王朝を譲り受けたというのは国譲りの話なのね。その八雲王朝と月読王族と、あとアマテラス族が当時条約を結んで、みんなで協力してここを焼いていい農地にしましょうっていう、それがペトログリフって言って、国東半島のその九州の一番上に岩に刻まれてるっていう、しかもそれは3つの神台文字で刻まれてるっていう、でそこの中に入ってるのはそういうことであって、そしてそれが結ばれたのが、宇賀や福来総長72代あるうちの25代目の時なんだってっていう、それっていつなのっていう、いつぐらい、これすごい話になってるね、これね。でこの話が載ってるのは、確かね、竹内文書とかであって、七福神事とか、あ、じゃない、日本書紀とか、古事記にはこの話は載ってなくて、単に、天照総御の神から五代目が、神武天皇で、その神武天皇が統制をして、柏原に大和大長城を建てて、そこから126代目の天皇家が始まったって書いてあるんだけど、実はそこの石には、この石が刻まれた、条約が結ばれたのは宇賀や福来総長72代の25代目の時なんだってっていうね。これっていつの時代？今僕らは神武天皇から始まった126代の文明の中の126代目の天皇陛下の世界に生きてるよね。まあこれがじゃあマイナス260年から始まって、その間126代の時代に来てる。だけどその前には宇賀や福来総長っていうのがあって、それが72代あって、その25代目の時にこの、三国同盟が結ばれたっていう、もう時間も空間も観念もないよね。だからこの辺りの時代って、いわゆる日本の神々の時代って言って、この辺り五次元時代だったんじゃない、もうちょうどその頃ですから、まあ270マイナス270年が神武天皇がいたとすると、ちょうどマイナス720年っていうのがイスラエル十二部族が世界中に散った時なのね。マイナス720年って何かっていうと、モーゼに引き入れられた、モーゼが生きてた時代っていうのはだいたいマイナス1350年ぐらいで、その時にモーゼがだいたい150万から200万人になったエジプトのユダヤ人たちを、ヤーベの助けで、ヤーベが子供たちを、エジプトの長男たちをみんな殺してくれて、それにおののいたラムセス2世、ラムセス2世とかもう現実の人なんで、ラムセス2世をへこまして、彼らをユダヤ人たちをイスラエル帝国に移しましたと。でそこから1350年のイスラエル帝国ができるのね。でそのイスラエル帝国が、大体半分ぐらいにいた時に、ソロモン王とダビデ王っていうのは、ダビデ王とソロモン王って出たんだけど、ダビデ王もめちゃめちゃな人で、ソロモンはもっとめちゃめちゃな人で、ヤーベの言うことなんか聞かないで、ヤーベは10回を授けたんだけど、そんなもの何にも聞かないで、他の国の神様をガンガン祀らせて、ソロモン王とか祀らせて、それで民衆にも
高い関税をかけて、それで民衆、その次の代の王様もそれをやめなかったんで、北イスラエル王国と南のイスラエル王国に分かれちゃったのね。で、北に行ったのが11部族で、南に行ったのはユダ族で、ユダ族とレビ族って言ったら、実際にはユダヤ13部族のうちの2部族が下のユダヤ族に住んで、で、上の北に行ったのが11部族だから。で、この11部族の上にアッシリアって巨大な帝国があって、これが紀元前720年ぐらいに北イスラエル王国に攻め込んできて、その時に大体この北イスラエル王国っていうのは30万人くらいの人口がいたんだって、30万人ぐらいの。だけど、その聖書に記録されているものを見ると、そのうちの2万7000人ぐらいの人を、北イスラエル王国から、アッシリア王国に連れてっちゃって、その人たちをアッシリア人としか結婚できなくしちゃって、それで、その2万7000の人たちっていうのはアッシリアと取り込まれちゃって、その根血児がサマリア人っていうのね、聖書に出てくるサマリア人って。で、サマリア人っていうのは第14番目のユダヤ民族にはなれなくて、彼らはユダヤ民族から迫害されてたのね。で、この時に30万人いたはずの、北イスラエル王国の11部族が2万7000人はアッシリアに連れてかれて、みんな混血されてサマリア人になっちゃったんだけど、そのうちの、30万人と2万7000人から27万人ぐらいは生きていて、どこかに消えちゃったのね。この消えたのが11部族がどこかに行ってしまったってのは、よくなんか本とかネットにも出てるね、失われたイスラエル12部族って言って、これがマイナス720年ぐらいなのね。だから、それとこの宇和や福谷造王朝のことを考えると、そのあたりの時代とこうリンクしてんじゃないかなっていう。だから、この失われた11部族がそこからアッシリアから逃れて、いろんなところにこう行って、そのうちの一派が日本に来て、その一派がハイテクノロジーで宇和や福谷造王朝を建てて、その25代目の時にこの国東半島にある、条約が結ばれたんじゃないかとか、こういうつながり方がなんかするのね。ただこれはちょっとまだあれなんで。で、下の南ユダ王国っていうのは、結局キリストっていうのはこのユダ族の出身で、このユダ族も今度はバビロンか、バビロン王朝に捕囚を受けて、これがちょうど2500年前なんだけど、この時に、みんな連れてかれちゃったんで、北はだからアッシリアに連れてかれて、南はその200年後にバビロンに捕囚されちゃって、これをエグザイルって言って、その中にダニエルとか、あとエゼキエルとかいたのね。で、その時にダニエルが下した予言が第4の獣の予言で、エゼキエルが下した予言が最後の時にはハルマゲドンが起きるっていうのがエゼキエルの予言で、で、その前にミカっていうのがいて、その人の下した予言が最後の時には世界の10部族が、世界の10カ国がダビデの下に集まって、神が選ばれた人ダビデを、私たちを守りたまえって、世界が10カ国になさいこになるっていうのがミカの予言なのかな。だからちょうど2500年前にその、バビロン王朝に連れてかれてしまった、ユダ族の人たちが、中にいた、ダニエルとエゼキエルって有名なそのハルマゲドンとこの第二の獣の予言というのを残したね。で、当時その中に今度その中にキュロス王って人が出てきて、このキュロス王って人がこのバビロン王朝を一夜で叩き潰して、イスラエル人を解放してくれるね、ユダ族とレビ族を。で、それがまたその南ユダに戻って、そこで今度紀元0年までずっと続くのがイスラエル王国で、その最後に出てきたのがイエス・キリストなのね。だからイエス・キリストはユダ族の人なのね。で、イエス・キリストは、まあ、当時あったたくさんの聖書の中でエノクの予言か、エノクの予言も当時入っていて、エノクの予言読んでるのね。エノクの予言によれば、いわゆる、まあ、キリストのいた紀元0年から、まあ、3、4000年前には、他の空間から、ヤーベが来て、ヤーベ族が来て、それで人間の遺伝子を使って最初の人間アダムとイブを作ったと。で、アダムを作るときに非常に困難をきたして、なんか5回ぐらい失敗したんだって。で、最初の人間は歩けない人間を作ってしまったと。もう1回目はなんか喋れない人間作ってしまったりとか、もう1回目はなんかおしっこが止まらない人間作ってしまった。5回ぐらい失敗して最後にやったアダムが完成したのね。そういうエピソードが
とその碑文かシュメールの碑文に残ってるのね。それ日本語の学者たちも研究してるから、それはちゃんと記録にあるのね。で、エノクの書によると、その後シュメール国っていうのはですから、2000年ぐらい栄えて、この2000年っていうのがあのアダムから始まって、アダムからノアに至る2000年の歴史で、当時なんか1000歳ぐらいまで生きたって言うから、もうちょっと長かったんじゃないかな。あるいはこの時代も5次元文明だから時間って関係ないんじゃない。終わったその文明を僕らが今過去未来にいる3次元から見ると、シュメール人は2000年ぐらいしか生きなかったみたいに見えるけど、当時の時間ってブワーッと、もうなんか時間と空間を超えた文明で、その中で1000歳以上生きたアダムとか、あといて、その11代目がノアかな。で、エノクの書によると、エノクは当時人間の代表者で、で、その統治していたヤーベ族は、何百人かいたんだけど、人間の女の子が可愛いんで、その女の子たちと結婚しちゃって、それで当時たくさんの100万人国家がシュメールの中にできて、それでその国同士が戦争したりしたんで、それを見た、ギエンギって人が、あのヤーベの指導者のギエンギって人が、滅ぼすしかないってことで、そのヤーベには4人の指導者がいて、一番上が、一番上がなんだっけな、お父さんで、お父さんはもうなんか5次元に帰っちゃったんだって。で、残った3兄弟かな、4兄弟ぐらいいて、その4兄弟の一番上がエンディルって言って、エンディルはもう人間滅ぼしちゃおうぜってことになって、それでノアに大洪水を起こさせて、人間滅ぼしちゃって、シュメール文明滅ぼしちゃって、それでギエンギっていうのはかわいそうだから、ノアだけ残して箱舟を一緒に作って、それで箱舟を作ってノアの一族だけ残したと。で、そのノアの一族からセムハムヤベテって子供が生まれて、それが、今の有名なセム族とハム族とヤベテ族になって、セム族が中心になって、今度バビロン文明作ったのかな。で、バビロンはその後ハイテクノロジーを発達させちゃって、量子シェプトリテーションで、要するに時間と空間を超えるなんか飛行艇みたいのを作っちゃったんで、ヤーベがそれを見て、おあいつら俺の5次元まで来て俺らの国叩き壊しちゃうんじゃないかっていうのを、びっくりしたんで、バビロンの塔に、言われるように彼の文明を壊して世界中に言語を変えて散らしちゃったっていう。で、その散らされたうちの一人がアブラハムで、まあ、今から大体何年前だろう、3000年前のアブラハムって人がいて、今度はヤーベは一緒に住んだりもしないで、ほったらかしにもしないで、アブラハムに言って、アブラハムよ、私はお前の神だと、お前から子供がたくさん生まれるから、それが後にその星の数のものになると、それがエジプトフェルト、で、それをモーゼが率いて、イスラエルって国を作るから、12部族になって13部族でイスラエルって国を作るから、お前頑張れと。そうしたところ、モーゼは、アブラハムは一生懸命ですね、子供を作って、最初に生まれた子供が愛人の、エジプト人の女の人から生まれた子供で、このイシュマエルって人かな、この人はアラブ人の子孫になって、アラブ12部族になって今のアラブ人の子孫になったの。で、もう一人生まれたのは、本妻から生まれたのが、イサクか、イサクが生まれて、そのイサクから生まれた息子がヤコブで、このヤコブは勢力絶倫で4人の奥さんから12人の子供を産んだのね。で、13番目の子供が、その後また、その子供からまた子供の中の子供から生まれて、13番目が生まれて、イスラエル13部族が揃ったっていう。で、これがですね、エジプトに行って420年ぐらいの間いて、そこで150万から200万人繁殖して、それをモーゼがイスラエルに連れていって、1350年のイスラエル帝国ができました。こういうつながりかな。で、その半分、720年、半分ぐらいだったら720年にダビデ王と、ソロモンが出てきて、もうモーゼの十戒なんか守らないで、他国の神様を信仰していっぱいですね、それで、滅びちゃって、北と南に分かれて、それでマイナス720年にアッシリアが、北イスラエルをここ征服して、その時に11部族が逃げたと。その部族の一つが日本人のルーツじゃないかって言われてるのは、イスラエル失われた11部族の話で、そうしてみると、この国東半島にある石は、当時のアマテラス族とツクヨミ族と、スサノオ族、別々な言葉を持ってる部族がいて、その石を条約を結んだのは、ウガヤ副配総長、神武天皇のお父さんのウガヤ副配総長、72代目の25代目だったんだよね。だから、このウガヤ副配総長あたりから、もしかしたらイスラエル人が入ってきてるとか、あるいはその頃はもう5次元文明で、
5次元の高間マラーと、イスラエルの支配するヤーベのエデンっていうのは5次元にあって、エデンとあと高間マラーが5次元にあって、高間マラーの指導者が国の男たちで、エデンの指導者が、ヤーベで、そこから来て、そしてこの今の地球の過去の文明にヤーベ一族が来て、そしてスメール族を作って、バビロン族を作って、アブラハムからいっぱい子供を作って、モーゼがそのイスラエルに連れてって、そして最後にキリストが生まれて、世界中にユダヤ人に散らされて、それが最後にダビデとエゼキの嫁とにまた集まってきて、今イスラエルを国って作ってると。でこの後どうなるかって言ったら、まあロッサリーは世界を支配してるけど、この後どうなるかって言ったら、まあ、エゼキエルの予言の通りに、ハルマゲドンが起こりますと。ロシアのプーチンとイランと、あとトルコと北アフリカが組んで、イスラエルに攻め込みますと。その時にヤーベがまた出てきて、そいつらを撃退して、イスラエル王国を守ると。この時ヤーベっていうのは5次元から出てきちゃうから、この瞬間から、この今地球ってもしかしたら5次元世界に変わっちゃうんじゃないかな。だから今 UFO っていっぱいいるけど、その瞬間から突然、ブワーッといっぱい UFO が出てきて、僕ら一瞬驚くけども、それが当たり前の世界になっちゃうんじゃないの。ですからその昔のそのシュメール時代っていうのかな、5000年前っていうのはそれが普通の時代だったんじゃない。いろんな地球外生命体が5次元にある自分の国から来てて、そして一緒に暮らしてたんじゃないかな。そんな時代がまた戻るんじゃないかな。ちょっとここまで言っちゃうとあのカルトになってくるけど、なんとなくいろんなこういう日本の歴史的な資料とか見ると、この宇賀谷福谷総長っていうのは大分県の残ってる資料、危機っていうのに載ってるね、記録の危機っていうのに載ってて、結構これってあの日本書紀とか古事記っていうのは相当いい加減だけど、結構危機の方がちゃんとしてんだよね。そこに宇賀谷福谷総長と書いたのね。あと竹内文書なんかも相当いい加減だけど、結構あの世界観ってこの絵の具書とか近いんで、まああれ全部は信じられないけど、ちょっと世界観は参考になるんで、この辺りかな。だからこの石がその国崎半島の真ん中にありますと、それはスサノオ族、ヤグモ王朝のと、あとツクヨミ族の北九州と、あと宇賀谷福谷総長というのはその今の宮崎県、あの辺りにあったのが宇賀谷福谷総長っつって、ここは天照大御神から始まる五代の、王朝であって、これは5人の神様が天照大御神から生まれて、5番目が神武天皇になるんだけど、もしかしたらこの5人の神様ってのは一人一人がだから、なんだろう、何百代っていう王朝を持ってたのかもしれないね。それがだから5次元世界だったのかもしれないし、ちょうどそうするとスメール王朝とか、あと、いろんなものと結構噛み合ってくるよね。だからこれがこのそのうちにはっきりとつながる日が来るんじゃないかな。でこのペトログリフとかを研究することはもう日本では絶対に許されないことで、仁徳天皇陵なんかも本丸は絶対に入れてくれないし、あと日本にも古代文字っていっぱいあるんだけど、これ以外にも、あとスメール文字以外にも実はいっぱいいろんなところにいろんな古代文字があるのね。だけどそれはもうわからないのね。だから昔は5次元文明があったんじゃないかな。それがこのユダヤ人の元祖のヤーベが降りてくることによって、スメール人の時は5次元文明だったけど、あとバビロン王朝の時も5次元文明だったけど、今度ユダヤ、アブラハムからユダヤ人が生まれる頃に3次元文明になって、そして、その3次元文明がもうイスラエル、モーゼの頃には3次元文明に完全になってたっていう。でモーゼあたりからはラムセス2世も同時代の人で、もう歴史に残ってるのね。だからモーゼあたりのマイナス3350年ぐらいから3次元文明になってるんじゃないかな。それでイスラエル王国ができてっていう、この辺りから3次元文明が始まってっていう。その前はだから5次元文明になっちゃったね、バビロニアとあとスメール文明は。だから多分僕らが今この時代からその時代を見ても、なんで宇賀谷福谷総長は神武天皇の前に72代もあったのっていうと、それは多分5次元的な世界の72代だったんじゃないかな。さらにその宇賀谷福谷のお父さんがその竜のお母さんと結婚したのは、それはもう人間の世界の話じゃなくて5次元ぐらいの竜の世界があって、こっちの高間ヶ原の宇賀谷福谷のお父さんがその隣のあれだ竜の世界の奥さんもらって、それで、うん、
あのうがいふきやすい馬売れるとこ見ちゃったんで、私はもう行きますって言って、どこ行ったのか最後その5次元また自分の国に戻っちゃったんじゃない。でさらにその上の任義の御事っていうのは、天照大御の神が神の国からこの世界に使わした人なんだって。だから思いっきり5次元からこの世界に使わしたんだよ、任義の御事を。この5次元世界、あ、3次元世界を調停するために。多分この辺りの信頼の話って5次元と3次元が混ざり合ってんのね。だけど少なくともこの国崎半島にあるペトログリフってのは本当にあって、そこにはあのアマテラス語、あと、スサノオとツクヨミゴがちゃんと書いてあって、ウガヤ神武天皇のお父さんのウガヤ福井総長の25代目の時にこの国威はなされたって岩が残ってるから、これは多分全体とつながる一つのすごい重要なモニュメントじゃないかな。そのうち今になったらこの中に見に行こうかと思ってるんだけど、だから非常に不思議な文明が過去にはあったんじゃない。それがだから今の伝説になってるんじゃないかな。でここから先はその、ユダヤ人に伝わる、ダニエル書とエゼキエル書、あとゼファリア書によると、このあと、今蔓延してるか、あ、そうか、話し方を、今例えばね、コロナが流行らされましたと。でメッセージ RNA が注射がガンガン打たれてますと。普通の常識で考えたらメッセージ RNA の注射なんか、普通打たないでしょ。要するに病原菌の遺伝子入れられてるわけじゃない、病原菌を入れられてるわけじゃない。こんなんで治るわけないじゃん、そう考えたって。メッセージ RNA って日本の、あの人間の体のなって DNA あたりと反応して、まあ、あれで増殖するわけですよ。これだってワクチンじゃないの、どう考えても。それを打たれて、3分の1の人口が減るっていうのは、これはですね、ミカの予言かな、ミカ書いてある予言で、人口が3分の1になると。で今脱炭素と脱石油になってた突然。これっていうのは結局プーチンを追い詰めるための罠で、ハルマゲドンを起こすためにプーチンを追い詰めてるんじゃないかって見えるし、あと習近平が異様に力を持ってきてるよね今。あの歴史決議で彼のなんか正当性が認められて、彼は次も、国家主席をやると。さらには毛沢東がかつて持っていた党の主席の地位も復活すると、彼は終身的に、中国のトップにいられるっていう状況になりますと。で彼が最終的に狙ってるのは別に中国共産党のトップに立つことではなくて、中国共産党なんか叩き潰して自分の王朝を建てたいのね。プーチンもそう、自分の王朝を建てたいのね。毛沢東ってまさに自分の王朝を建てたんで、昔それを目指してるのね。だから今彼自分の身内をどん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 政権に入れてるし、彼はもう最終的にはそんな中国共産党のそんな、会議なんか全部潰して自分が王様になって全てを支配したいっていうのが彼とかプーチンが考えてることで、日本人からわからない、これ普通なのね。でロスサイドによると、多分この習近平を一時期世界を支配させて第四の毛玉に仕立てることで、それをバックに支配することで、もしかしたらこの旧約聖書のダニエルの第四の毛玉に自分たちが殺されるっていうことを避けようとしてんじゃないかなっていう見方もできるのね。あとさっき言ったイスラエル十二部族がアッシリアに攻められて他に行ってしまいましたと。で南に行ったユダ族もレビ族も最終的にはローマに攻められて世界中に散ってしまいましたと。で世界中にユダヤ人って全部散っちゃって、その後一応ユダヤ教はずっとその形態を持ってるけど、その先々で行ったユダヤ人たちって結局いろんな人間と結婚しちゃって、気質のユダヤ人っていないのね。実は今のイスラエルに気質のユダヤ人っていないのね、今のイスラエルに。で面白いんだけど、実はイスラエルにはプロジェクトがあって、そのプロジェクト名を、なんだっけな、ちょっと難しいんだよな、プロジェクト名を、まあいいや、プロジェクトがあって、ちょっと新しい言葉なんですよ、覚えられないんだよな。プロジェクト名がね、特務機関があるんだよ。その特務機関って何かって言ったら、そのイスラエルが、イスラエルに知られた十二部族とキリストの時にローマ人から追われて世界中に散ってしまったら、それ戻ってきたのイスラエルに。でもそれって実は気質のユダヤ人じゃないのね。だからその時に720年前に世界に散ったユダヤ人、紀元0年に世界に散ったユダヤ人を本当に見つけて、それを集めようっていうプロジェクトがあるのね。その特務機関があって、それで今遺伝子を調査することによって世界中から本当のユダヤ人を
見つけ出してイスラエルに戻そうっていうプロジェクトがあるんだよ。面白いでしょこれ。その子だから今はヤップイデシスだけあれを持ってるのは本当にユダヤ人だってことになって、実際になんかイスラエルが認めた部族っていうのはいくつか、それがなんかチベットにいるなんとか族と、なんか中国インドにいるなんとか族と、あともう一人日本人もそこに入れるんじゃないかとかって話もあって、そうすると今ロスサイロドってさ、イスラエル人にもガンガンワクチン打ってんじゃん。あれってだからユダヤ人であるロスサイロドはユダヤ人を殺してるわけでしょ。あれって旧約聖書に反することやってんのね。だけどロスサイロってだからイスラエルにいるユダヤ人をイスラエル人でユダヤ人と思ってないんじゃないの。だから殺してんじゃない。だからもしかしたらこのプロジェクトで最終的に本当のユダヤ人をイスラエルに集めて、その人たちでなんかやろうとしてるんじゃないかっていうなんか噂もあるんだよね。で、うん、そのもう認められたチベット族と、あとなんだっけな、いるんだよね。その単語なんだっけ、その単語で一応ね出てくるんだよ、その認められた民族と。で、その認められた民族から見ると日本人もそうでしょっていうなんか当たり前に言うんだって。だから結局なんか日本人とそのチベットなんとか族とインドのなんとか族とかいっぱい集めて、それで13部族集めて、それで最後にもしかしたら国作るのかもしれないね。なんかそういうプロジェクトが本当にあるんだよね。で、特務機関もあって、今言った話ってすごいいろんな情報が入ったんで、まあ何回も聞いてちょっと整理してみて、まあスメール人はもう世界中にペトロゴリフがある、ウガニスとブラジルにある、ニュージーランドにある、もうアフリカにもあると。だから世界中をもう旅してたよね。で、さらに、エノクの書によると、もう地下とこから越えていろんなところ円盤で行ってたってエノクがいるのね。だからそういう文明だったんじゃない。だからこの国崎半島に残ってるこのモニュメントっていうのは、ウガヤ・フキャイス町72代のうちの25番目の25代目の時に建てられたってわけだから、物理的にそれがあるわけだから、その時代っていうのはもう5次元だったんじゃない。だそれって紀元前いくつだろうね。紀元前マイナス270年ぐらいが一応神武天皇の時代だったから、その前はだから知ってるかな、あの弥生時代はマイナス400年から始まって、農業が始まった弥生時代はマイナス400年から始まって、その前の1万5000年っていうのはずっと縄文時代だったっていうのね。1万5000年の間縄文時代が続くかなと、どう考えても続かないじゃない。だからその時代っていい加減でいっぱい王朝があったんじゃない、5次元の。縄文時代って何かあったら、壺に縄の模様がついてるから縄文時代って言って、その縄文時代がなんで1万6000年前から続いたかっていうのを判定したかったら、その縄文時代の縄の文様のついた壺が秋田県から1万6000年前のものだったら発見されたのね。で、あとアメリカにもなんか発見されてんだって、5500年前の縄文土器が発見されてんだって。だから下手したら縄文時代アメリカにも行ってんだよね。だから結構考古学ってめちゃめちゃなんだよね今ね。そんな状態の中で今一番最初に言ったこの宇賀谷福谷造町25代目の時にできたこの国崎半島にあるスサノオ族とツクヨミ族とアマテラス族の、条約を書いた宇賀谷福谷造町25代目のこの石っていうのは物理的に存在してるわけだから、宇賀谷福谷造町25代目って多分あって、その時代ってじゃあ何なんだっていうと、ちょうどシュメール人が世界中にペトロブリケに文字を刻んだように、その宇賀谷福谷造町もそこに文字を刻んじゃない。だから5次元時代があったときは考えられないね、絵の具の書とかって見ると。まあちょっと不思議な話だけど、こういうふうに資料を集めていくとこういうのがあるんですよ。で、また言った通りにこの後っていうのは、ダニエルの預言書とエゼキエルの預言書と、あとミカとゼファニアの言ったように、ハルマゲロンが起きるとヤーベが起きてきて、そうするともう円盤がいっぱい出てくるんじゃないかな。で、そうするともう宇宙連合が始まって、その宇宙連合の10カ国が集まって、ヤーベの王国ができて、そのヤーベの王国を11番目に来たケダモノが叩き壊して、で3カ国も叩き壊して、7カ国を中心に3年半ケダモノがイスラエルを中心に無神論者として世界を支配するんだって。で、だけど3年半経つと長老たちでね、だ長老たちがその火のケダモノを火の法廷で叩き潰せるぐらいの力を持ってるって普通の人間じゃないよね。それとも5次元人で、それが叩き潰して最終的にはその長老たちはあの大天使様、ユダヤ教でいう人の子、あの最高次元から降りてきた、仮想世界ダッシュマスターにこの世界の全権を持ってもらって、最後はこの世界が神の国になるってのはユダヤ教の話なんでね。
だからこのその前に火付け神事によるともう日本は全滅させられて、ロシアと、アメリカとイギリスとドイツとイタリアと5カ国で、統治されちゃうっていう。で天変地異が起こって富士山が最後爆発してなんか真っ二つに枯れちゃったんだけど、それでも3分の1は日本人は生き残るんで、その人たちも中心に最後のその大天使さんも中心に新しい政府の時代になるっていうのが、予言かな、ユダヤ教の予言と火付け神事の予言が書いてあることなんで、だから皆さんもしぶとくこの後生き残ってまた大天使様が世界を中心に政府を始める時にまた会って、その中心になるのは多分皆さんじゃないかな、なんとなくいろいろ調べていくと思うんで、まあそのペトログリフにしても調べていくと出てくるんで、まあちょっと今日すごい不思議な話をしたんだけど、いろんなシーンを調べていくととても三次元世界だけで収まらないような古代王朝がたくさんあるんで、日本のそのなんとか朝とかもそうだし、スメール、ウガヤ・フカイズ王朝もそうだし、あとスメール王朝もそうなんで、でこれから来る時代もどう見ても三次元で収まりきれないような世界になってくるっていうのが、私の予想なんで、でなんか昨日もちょっとフランスでなんか宇宙円盤がなんかこう縦に飛んだり横に飛んだりしたのをわざとフランスに見せて、あれはなんか我々は見てますよってメッセージかもしれないんで、まあいろいろこれから起こりそうなんですけど、皆さん生き残ってその時またお会いしましょう。じゃあ今日は以上です。はい、どうも。まあちょっと今日カルト的な話したけど参考に聞いてください。